神様の予言を記した石板じゃ。世の終わりに起こる出来事が記されておる。何？読めんとな。仕方ない、わしが読んでやろう。世の終わる時、マナは失われ、大いなる命の木は悪しき竜によって枯れ果てる。マナの剣、魔に落ち、絶望の先に広がる竜の王国。三人の勇者は、と、ここまでで、その先は石板が欠けてて読めんのじゃ。きっと世界はいつの日にか現れる悪しき竜に滅ぼされて終わりということじゃろ。まあそれもきっと未来の話。ポルセナのリチャード王子と黄金の騎士の名コンビが竜帝退治に向かうそうじゃ。彼らなら竜帝ももう終わったも同然じゃ。勇者の数も石板と違って2人。だから石板の予言の悪しき竜というのは竜帝のことではなかろう。そういや、王子と黄金の騎士は今この都に装備を整えに来ているようじゃ。サインでももらっておこうかの。私はマナストーンを調べている学者だ。大昔にはマナストーンは8つあったらしいが、今は7つしかない。失われたマナストーン、それは闇のマナストーンだ。多くの古文書を調べた結果、闇のマナストーンはドラゴンズホールの島、ガラスの砂漠のどこかにあったと私は考えた。次の目的地が決まったね。あれは間違いなく父さんだった。一体どういうことなんだ。とにかく今はガラスの砂漠に向かおう。闇の神獣と戦えるぜ。次が最後の神獣でち。早くガラスの砂漠に行くのでち。ここがペダンの学者が言っていたガラスの砂漠だな。デュラン、急いで闇のマナストーンを探すわよ。それで神獣を倒したらお母様を助けるのを手伝ってよね。ああ、もちろんだ。ちょっと待ってて。
金が結構貯まったな。新しい武器でも買いに行かないか。仕方ないわ。行くわよ。乗ってたぜ。闇の神獣を倒しに行くわよ。了解でち。早く倒して終わりにするでち。ラコね、ラスの片付けはしなさい。ピータカ、ボーリーマン。ピータカ、この辺は平和になったでち。困るな。に困るな。雑魚が出てくる。じゃあねー。
雑魚が出てきたわね。めんどくさいわ。あとビーだ。一人でも十分だったな。弱そうなやつだ。油断するなよ。Yeah.
弱そうなやつだから油断するなよ。武器でも買いに行かないか。見て、あれは闇のマナストーン。待てよ、なんだってこんなところに。気をつけて、来るよ。見つけたぜ、闇の真珠。お前に世界を好き勝手させるわけにはいかねえ。覚悟しろ。ドキドキ。止まれ。くそ、まだ嫌がったのか。
失われたはずの闇のマナストーンが現れたから聖域への扉が開いたのね。ミス敵を強くしちまったってのかよ。くそ、こうなったらやけだ。負けねえぞ。同士、今度こそ決着をつけてやる。これが結構止まったな。新しい武器でも買いに行かないか。だから時間の無駄ですから。これは痛いわよ。戦いづらいが、慣れるしかないな。よく来たな。だが、ここから先には進ません。デュランよ、もう諦めろ。ついに竜帝様は絶大なる力を手に入れた。とてもお前たちのかなう相手ではない。冗談じゃねえ。大体お前何者だ。気安く人の名前呼び捨てにしてんじゃねえ。竜帝がどんなやつだろうと、俺にとっては親父の敵、必ず倒す。まだ分からんのか、デュランよ。私はお前の父、ロキだ。何言ってんだよ。そんなわけあるか。俺の親父は竜帝と差し違えて、そして底知れぬ穴に竜帝と共に落ちて死んだ。だが竜帝様のお力によりこうして蘇った。竜帝様より闇の力をいただき、今は竜帝様のために働いておるのだ。デュラン、私の息子よ、こっちへおいで。会いたかったよ。父さん。デュラン、行っちゃダメ。騙したな。騙してなどいない。お前が闇の力を得るために魂を抜き出そうとしただけだ。
さあデュラン、私と一緒に来い。やっぱり親父は死んだんだ。お前はあの強くて優しかった俺の父親、黄金の騎士のロキじゃない。残念だよデュラン。ではお前たちにはここで死んでもらおう。様からいただいた闇の力を見せてやる。最高を目指すには必ずこの力が必要になるぞ。うせえ、俺はそんなものに頼らねえ。その力であんたを止めてみせる。まだまだ行く。やっつ、息子よ。父さん。デュラン、強くなったな。竜帝に呪いをかけられ暗黒に染まってしまった私の魂を解放してくれてありがとう。竜帝の闇の力は絶大だ。気をつけるのだぞ。さあ私はもう行かなければ。デュランよ、剣の道は険しいが、くじけるな。剣は心を映す鏡。どんな時も決して自分を見失わず、心を静かに保てよ。父さん、待ってくれ。父さん、俺は竜帝を絶対許さねえ。仕上がって、紅蓮の魔導士も竜帝も必ず倒す。父さん、天国で母さんと見ててくれよ。さあ行こう。
たちの敵じゃなかったな。